クリストファー・ノランの「テネット」では、登場人物が回転ドアのようなガジェットの中を経由して、時間が巡行、逆行する世界を行き来できる。これはマックスウェルの悪魔を映画的に表現したものだ。熱力学的第二法則では、エントロピーは必ず増大する。要は乱雑になる。これが時間が矢のように過去から未来へと進む性質と表裏になっている。マックスウェルの悪魔は、 分子を仕分けする架空の悪魔、要は規則的になる、を置いた思考実験で、これが可能になると、乱雑から規則的に逆行、つまり熱力学的な時間の矢も逆行する。36歳で東大教授になった佐川隆弘の着想は、悪魔が物理的な存在、電子顕微鏡やコンピューターであり、仕分けに必要な情報を観測するためのエネルギーと、情報から変換できたエネルギーを実測し、 悪魔と第二法則の矛盾を解いた映画では悪魔、矛盾が生き続けており、回転ドアも回り続ける。ただ、このような予備知識がなくても、そんなに迷うことはない。要は回転ドア、マクスウェルの悪魔を通ると、時間を逆行できる。悪役は逆行勢力だが、主人公たちも徐々に時間逆行の仕組みを使って戦い出す。巡行なのか、逆行なのかさえ抑えていれば、 筋を外すことなく理解できるそうした解説はインターネット上に無数にありそうだからここからは全く違う視点を提供する。独身者の機械ミシェル・カルージュという概念がある。現代アートや実存主義の時代、ドゥシャンとカフカの作品に出てくる機械は実用からは離れており、ある種まがまだしただし、その機械的な造形はフェティッシュだが、異性へのアピールとは決して交わらない。 現代的な例で言うと、アニメに出てくるロボットの造形は、決して実用的ではない。むしろ装飾的だ。その装飾は異性に対してではなく、主に同性、男性に対する評価を得る。これらを、独身者の機械と名付けて歴史的に並べた小冊になっている。そもそも、異性でさえ、このような同性へのアピールへ変換されてようやく魅力を感じるようになる。独身者にとっては、 女性が機械の中に入っている時つまり女性が愛欲の機械装置そのものになった時にしか女性は存在しないのだセーラームーン綾波イ、緑川瑠璃子カンコレイやアズレンモといった線の細い美少女が戦闘を行うのは日本独特と言われてきた海外はプームレーダーのララクラフトを参照実はこれらも独身者の機械で外見は美少女だが中身は戦闘機械 コンピューター、政治、経済と、オタク男子になっている。線が細いのも、それら男子の自画像だからだ。テネットを振り返ってみると、冒頭から巨大な貨物列車が並走する中に挟まれ、ゴツゴツした回転度は、マックスウェルの悪魔、キーになる、アルゴリズムもよくわからない機械的な造形をしており、ヒロインまでも1 9 1トルの長身を誇る。また、それに見合ったご音が全変化を添える。 これらは見事に、独身者の機械映画であり、物語の全体よりも、これらの造形的、機械的、科学的な細部の方がむしろフェティッシュな魅力を輝かせている。東村明子、東京タラレバ娘で、主人公・道子がノーラン監督の、ダークナイトは、男は大好きだけど女が見ても全然面白くない映画ナンバーワンとくさす。ゴッサムシティって何みたいな。これは、 独身者の機会に端滴し、女子、他人ではなく自分を愛するナルシシズムが、ノーラン監督の根底にあることを示している。もう一つ、シュールレアリスムの言葉を使えば、アンドレ・ブルトンは、手続きをショートカットする愛を、速度の愛とする、シュルレアリズム簡約辞典。ノーラン作品の主人公はナルシストで、ヒロインをはじめとした登場人物は、独身者の機会なので葛藤がない。 関係構築の手続きはショートカットされ即恋に落ちたり敵対するテネットで良いなと思ったのは速度が遅い関係構築や他者への自己犠牲を描いておりそうしたナルシシズムをついに一歩踏み越えている点だ答えが知りたい人はテネット BL で検索しよう同性同士ではあるがそこには遅い関係を愛情に裏読みした二次創作が広がっている